はい、どうも、さきです。今回のこの動画の内容はですね、むくみについてお話ししようと思います。まあ、たまにはね、ちょっと真面目な内容もちょっと喋っていかないとということで、でもですね、このむくみっていうのは結構悩みとして挙げられやすくって、初めて来られた方とかでもですね、うちのお母さんすごいむくんでるんです、足がと、よく聞きます。はい。で、このむくみっていうのはね、何がこう都合悪いかっていうとですね、まあ単純にこう循環がね、全身の循環が悪いっていうのはね、まあ当然そうなんですけれども、認知症的にこうこれちょっと問題かな、むくみと関係すごいするなっていうふうに僕が思うのは、ですね、意欲低下が強まってしまうっていうところがあるんじゃないかなと。僕そんなに僕自身がですよ、めちゃめちゃ足むくんでね、なんかいわゆる象の足とかあるじゃないですか、あんな風になったことって僕はないんですけれども、こうむくむとね、どうなるっていうとですね、歩いてる感覚がね、すごい薄くなるというかね、感覚がこう鈍くなるんですね。歩いてるような、歩いてないような、みたいな感じ。はい。で、なんかこう、バランスもこう悪くて、なんかふらついて怖いとかね、歩くのがね、なんかそんな風にこう患者さんからはよく聞いたりします。でも実際そうなんやと思いますね。はい。で、そうすると、もうどんどん歩かなくなって、もう外も出たくない、もう何もしたくない、みたいな感じにだんだんなってきて、はい。で、一日をですね、こう、ぼーっとして過ごすみたいなね、そんな患者さんがこう増えてきたり、するんじゃないかと思いますんで、これはね、やっぱり認知症的にもむくみっていうのは良くないなと。はい。私も足むくんでるぞっていう風な人もいるかもしれませんけれどもね、やっぱり、なんかね、こう、それより、まあ、なんか、より強まるとですね、そんなことも起こるんかなと思いますんで、まあ、これは対策を取っておきたいということで、今回はそのむくみに対する対策ですね、できること3つということでお伝えしようと思っております。はい。まあ、まず1個目なんですけれどもですね、1個目は、まあ、循環が単純に悪いということなので、循環を促さなければなりません。まあ、そのためにですね、対抗を意識しとってほしいなと思うのは、水ですね。はい。水分摂取は本当にもう意識してください。まあ、他のね、動画とか、他のスタッフの方の動画とか見ててもですね、こう水って欠かせないじゃないですか。やっぱりね、こうむくみも、こう水分不足から来るこうむくみっていうのもすごくありますからね。はい。これを言うとですね、結構、みたいなね、こうお水飲みすぎてるからむくむんじゃないのかとかね、よく言われるんですけれども、まあ、それは人によると。まあ、結論人によるんですけれども、まあ、例えばそういうね、こう循環が悪くなるような、そういう病気にかかってるとかね、まあ、そういう場合やったら、まあ、別かもしれませんが、例えば水分が、普段からこう少ない、っていう状態でこうむくんでるっていうとですね、この水分不足からくるね、そのむくみっていうのも全然あるということで、はい。ですね、まあ、もう考えてみてほしいんですけどね、お水普段飲んでないのに、なんで飲みすぎやねんっていうね、そういうことも考えられるかなと思いますんでね、普段からお水飲めてない、でもむくんでるっていう方はね、水分不足からくるむくみっていうのも結構大きいと思いますんで、むしろ飲んだ方がいいと僕は思っています。はい。で、二つ目はですね、内臓機能ですね、先ほど言ったその循環に関わるこう内臓っていうのは、がうまく働いてないがゆえにですね、まあ、血液とか、まあ、お水、体の中の水分っていうのがですね、こう下の方にこう溜まってってると、いうことなので、こう、その循環を促すためのそれに関わる内臓っていうのをこうしっかり動かしてあげるっていうのが大事かなと思いますね。じゃあ循環に関わる内臓どんなんやって言ったら、もうこれネットで調べてください。何ぼでも出てきますから。まあ、その中でもですね、まあ、こう比較的家でもさ、取り組みやすいなと思うのは肺ですかね。はい。もう呼吸ね、酸素とこう二酸化炭素をね、こう出し入れしているのがまあ肺の役目ですけど、まあ、もちろん血流とかにもかかってきますから、まあ、肺を、しっかり動かすということ、これ大事かなと。で、認知症の方はですね、こう呼吸がね、すごい浅い方もとっても多いんで、もうね、目の前の方見てもらったら分かると思います。呼吸がね、しっかりね、もう据えてますみたいなね、人、そういないと思うんですよね。なので、まあ、まず取り組みとしてできることは、まあ、深呼吸でしょうね。はい。で、しっかり肺を動かすということね、これしてください。深呼吸って大事やって、なんかテレビとかね、お医者さんとかでもよく聞くかもしれません。でもそれをね、実際やってる人がどれだけおるかっていうところがあるかなと思いますんでね。あ、私とか人、最近こう、深呼吸とかしっかりこう、息吸えてるかっていうと、吸えてないかもしれんっていうふうに思うんだったらば、ぜひやってみてほしいなと思いますね。はい。で、三つ目ですね。三つ目は、まあ、特に足なんですけれども、こう関節をしっかり動かすということをしていただきたいなと思いますね。関節をしっかり動かす。はい。もうね、歩いてる様子とか見ててもね、わかると思うんですけど、関節がね、そう動いてない方がとっても多いんですよね。まあ、あんまり注目したことがないっていうのが、まあ、実際のところかもしれませんけど、うちの患者さんとかでもですね、こう足首が立った方が特に硬いとかね、膝がこう、なんか曲がりっぱなしだとかね、はい。なんかこう、動きが小さいとかね。股関節も大して動いてないとかね、なんかそんな感じです。こう特にこうむくむっていうと、こう足のね、部分がこう特に重要かなと思いますんで、まあ足のね、今言ったこう3点のね、こう関節とか、まあしっかり意識して動かすということを、してほしいなと。まあなんかあるでしょ、足首、これが足首だとしたら、こうなんかつま先立ちみたいなことしてみたりね、こうかかと上げみたいなことしてみたりね、なんかあるじゃないですか。そんなんでもいいし、まあ単純にこう足首をこうね、持ちながらこうグリグリグリってこう動かしてあげるっていうね、
はい、だからそういうことをしてもいいと思いますし、まあ、とにかく足首を動かすようにするっていうのが大事かなと、まあ、そうするとこうつながってる筋肉っていうのもこう自然と動いてくれますし、なんかその辺がねこうしっかり動く収縮したりね筋肉とかも収縮したり、してくると、まあ自然とこう循環っていうのも促されてくると思いますし、こうなんだむくみの、ね、解消にもつながるかなと思いますので、ぜひやってみてほしいなと思いますね。そんな感じでねこう、最近来られだした、ね、患者さんとかもですねこうむくみひどい方やっぱおられるって話はしたんですけれども、まあ、その方のね今伝えたねこう3つとかをこう意識しながら僕施術させてもらったら、まあ、その場でも結構むくみっていうのはスッと、比較的ね軽くなったりしてましたんで、まあ、ちょっとね見本で、写真ねこう許可もらったんで写真ねちょっと追加させてもらおうと思うんですけれども、まあ、こんな感じで、なってるわけですよ。ビフォーアフターみたいな感じですかね。はい、なのでまあまあ今言った3つっていうのはね結構家でもね簡単にできる方法だと思いますので、まずそういうのねしっかり意識して取り組んでみてください。なんか一個参考になったらいいなと思います。今日の内容は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、いいねボタンなどお願いいたします。ではさよなら。今日真面目回でしたね。